順承高等看護福祉専門学校は、岡山県高橋市にある看護学、福祉学系の専門学校である。通称は、順承高見。運営は、学校法人順承学園。同学園運営によって、同式地内に設置されている、キビ国際大学の関連校。旧称は、順承高等看護専門学院もしくは、順承高等看護専門学校。 1967年学校法人高橋学園によって、殉承短期大学が開学された折、その臨地に、殉承高等看護専門学院として設置された、同短期大学布設の看護専門学校。1990年に、君国際大学が設立されてからは、同大学の実質的な布設校となった。2012年より、上位校である、 日々国際大学短期大学部から介護福祉士成課程を継承し、看護短科学校から看護科と介護福祉科を持つ専門学校となっている。本学の今する場所は1885年、福西志恵子によって設立された岡山県最初の近代式女学校である殉承女学校が今した地であり、本校の名前は開学当時の上位校であった短期大学と同様に、 同助学校より継承されたものである。実質的な上位校にあたるキビ国際大学が設立されてからは、同大学への編入による学士取得の道も開かれるようになった。2010年に高橋学園が改祖により、学校法人殉承学園となった際、殉承短期大学は、キビ国際大学に併合され、同大の短期大学部となったため、殉承校には、 同学園の運営校の中で唯一、公明に、殉承の名を残す学校となった。学生一人一人の持つ能力を、最大限に引き出し引き伸ばし、社会に優位な人材を養成するを、教育理念とする。これは、上位校であった、殉承短大より続く、運営法人たる、殉承学園全体による理念でもあるため、上位校の機備国大も、同じ理念を掲げている。 交渉は、旧、潤昇短期大学と同様の潤昇松葉である。中央にしつらえられた縦書きの、潤昇の文字の下に刃先を合わせた松葉があしらわれている。公式サイトより、抜粋以下の学校に関連校として、編入の道が開かれている。岡山県下の医療機関や福祉施設への就職が目立つ。一方で危機した、上記関連大学へ編入する人材も多い。 特に本学を経由しての関連校への編入の場合は上記した各種資格を得てから編入することになるので本学を経由せず普通に入学するよりもキャリアアップが図れる。そのため当初より関連大学進学を目的に本学に入学するものも多少なりとも存在する。ありがとうございます。